皆さんこんにちは、早稲田スポーツ新聞会です。今日は雨の中お越しいただいてありがとうございます。短い時間ではありますが、私たちのサークルについて少しでも知っていただければなと思います。よろしくお願いします。早稲田スポーツ新聞会、略してソースポは、早稲田大学の体育会全44部を取材しているサークルです。ホームページ、主にホームページに記事を掲載しているほか、新聞を年間12回発行、またツイッターで試合速報をツイートしています。活動日は担当班の試合のある日で、こちらは主に土日になります。また平日にも編集会議や後半作業などを行っています。こちらが、ツイートの画像になりますね。ここで少し、早稲田の部活について簡単に紹介したいなと思います。こちらに映っている野球部ですね。東京六大学リーグで優勝46回を誇る強豪で、一昨年の秋は無敗で優勝を果たしました。早川投手など、知っている人も多いと思いますが、数多くのプロ野球選手を輩出しています。続いてラグビー蹴球部です。全国タイトル29回、全国大学タイトル25回は共に全国大学最多記録で、こちらもすごく強い部活になっています。秋に行われる伝統の早慶戦、早明戦は超満員ですごく盛り上がります。それから競走部ですね。箱根駅伝なんかでも目にしたことがある人も多いと思いますが、駅伝やインカレなどで結果を残す強豪で、とてもファンも多く、記事の注目度なども高い競技になっています。ここでは紹介しきれないんですけれども、こうした、早稲田大学の、全国トップクラスで活躍する早稲田大学の体育学部を取材するのが、私たち早稲田スポーツ新聞会の活動になります。それでは取材とは具体的にどのようなことをするのか説明します。ソースポでは自分が所属する班の試合に赴いて取材を行います。主な仕事は写真撮影、インタビュー、記事の執筆です。1日の流れとしては、試合会場の最寄り駅に集合、試合が始まったらカメラで試合の様子を撮影するか、試合の展開をメモするという仕事があります。試合後選手にインタビューをし、それをもとに記事を書いてアップすれば終了です。ソースポでの取材の魅力をいくつかご紹介します。まずプレーしている選手を間近で見ることができます。選手たちがプレーしているフィールドで写真を撮れるのはソースポならではの特権です。また本格的なカメラで写真を撮ることができます。ソースポのカメラを借りることができるので購入する必要はありません。また選手とコミュニケーションが取れることも魅力の一つです。インタビューでは試合へのまっすぐな思いを聞くことができますし、対談企画などでは選手とより近い距離で接することができます。それから引退試合など感動的な瞬間に立ち会えるというのもソースポの魅力だと思います。ここまで聞いてスポーツの試合が詳しくわからないけど大丈夫かな、記事の書き方とか知らないななどと思った方もいると思いますが、心配はいりません。カメラの使い方、インタビューの仕方などは先輩方が優しく教えてくれるので初心者でも大丈夫です。最初はインタビューの質問なども先輩が考えてくれますし、実践を重ねて少しずつ上手くなっていきましょう。ソースポの活動の中で特に大きなもので遠征があります。大会の開催場所によっては福岡や、北海道など日本各地に遠征をしています。移動や宿泊は少し大変ではありますが、取材だけでなく観光だったり美味しいものを食べたりできるので、楽しみの一つです。次にソースポのメインの活動ともいえる新聞制作について簡単に説明します。早慶野球号や早慶ラグビー号の話になりますが、まず配布の3週間ほど前に編集会議を行います。ここで、何の記事を載せるか、誰の記事を載せるかなどを話し合います。で、配布の2週間前からおよそ1週間かけて紙面を制作します。で、配布の5日前には作成を終了し、試合の当日に会場で配布を行っています。前に完成した紙面の写真があるので、で こちらですが、枠内にも置いてあるので、見つけた際はぜひ手に取ってください。またソースポでは取材だけでなく、さまざまなイベントも行っています。今はコロナの影響でなかなかできていないんですけど、またいつかできるようになると思っているので、ぜひ楽しみにしていてください。
最後に今年度の新歓関係の、お知らせをさせていただきます。まず Zoom 説明会と対面説明会が、ご覧の日程で開催予定です。各回違う部員が登場して取材や遠征についての体験談を話してくれます。また説明会後には交流会も企画していますので、同期や先輩と話せるチャンスだと思います。質疑応答の時間なども含めて、1時間半程度を予定しています。詳細は SNS で、ツイッターやインスタグラムなどで早稲田スポーツ新聞会と検索してチェックしてみてください。続いて新刊イベントについてです。4月にはアイスホッケーの観戦会、それから5月には、野球の早慶戦観戦会などを予定しています。その他小規模な交流会やフットサル大会も開催予定なので、こちらも詳細は SNS をチェックしてください。その、新刊イベントの一つに体験取材というものがあります。体験取材というのは、新入生が先輩のソースポ部員と一緒に試合の取材に行ってカメラやインタビューを、体験する企画になっています。体験取材は基本土日祝日に行っていますので、興味のある部活の体験取材にぜひ行ってみてください。体験取材の参加方法になりますが、仮入会、まずソースポに仮入会していただいて、そちらの LINE グループで行きたい取材をチェックして、申し込んでいただくという形になります。取材前日までにメールが届きますので、そちらをチェックしていただいて、当日集合していただくという形になります。ソースポでは4月1日から仮入会を受け付けています。入会方法の詳細は、新刊の公式 LINE からお知らせしますので、公式 LINE の追加をお願いします。公式 LINE の QR コードは Twitter と Instagram の方にも載せていますので、そちらで検索していただいて追加していただければと思います。今日の説明は以上になります。ありがとうございました。